じゃあ山本プロ、はい、これからちょっといくつか質問するので、はい、それにお答えいただければと思います、はい、まず山本プロの基本的なフォームの作り方ってありますか？はい、あります。ある、それちょっと教えてもらっていいですか？割と、はい、他のプロもやられてると思います、はい、いやけどね、これ意外と違う、みんな意外と違うんですよ。あれ違うんだ、はい、まっすぐで考えると、はい、まっすぐで考えるとあくまでそのイメージですけど、はい、目線よりも、はい、この子が主役のイメージが。どの子？どの子？この子です。この子？このライン？球がまず、このライン、ここにまず入ることが大事だと思う、はい、はい、もうこれで誰もこれやってないです。まず一生懸命顔がこう向いても、ええ、球がこう向いて意味がない、ね、意味ないですね。やっぱ全てはよくこうやりながら、はい、こうって入れるってことは、ああ本当だ、なんだそれ、ここが全てだと思うんですよ、はい、見てなくても、はい、まっすぐに構えれてたら入ると、いいと思うんです、はい、だから僕最初にこれを、はい、なのでその主役がだからその見えてるラインってことですか？球ってことですか？まずはそこの当てたいところに、はい、まあ、球がこうなります、はい、この状態に自分をこう持っていく、はい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 、こういう意味、はい、こうやりながらこう会うまでビビビビビビって会うまで、はい、そういうのはやらないです。ならないですね。最初にもう決めて、はい、こういうイメージの方が、はいはい、時間が早いですね。なるほどね。構えながらヘッドをこう体でこういうのは僕は教えるときは NG にしてます、はい、迷ったときは構え直して、構え直してそのラインを決まってここだぞと思って、はい、あとはもうつく準備だけしなさいと、はい、っていうのを毎回山本プロは心がけてやってるってことですか？あとは曲がった時ですね、はい、厚くない時、ちょっと嫌な、はい、やらしいですね、この厚み。ルーティーンとすれば、はい、ここやり始めの頃はやっぱ角度で見たりしてたんで、はい、まずはこのまっすぐのライン見ます、はい、でこの分離角というかこの開き具合を見たり、はい、昔はこうやって見てた、はいはい、30度より薄いなとか、はい、45度が、はい、何分の何とかやってたんですけど、はいはい、まずやっぱこう見ますけど、はい、次はやっぱこう入りますね、はい、まずはこの厚みなんとなくのまっすぐのラインを見て、ね、次はここ確認します、はい、ポケットに対しての厚みですね、うん、でここのボールの真後ろ3センチは、はい、目玉の直径の中心の真下っていう風に、はい、ただ遠いと見えないんです、はい、僕は壁イメージ、ああそういうレール壁ですね、壁を、はい、その当時例えばこういうサイドがすごく苦手だったんです、はい、その当時は、はい、一人で練習するときはここにチョークを置いてみて、はい、ここに壁を見えるまでつかなかった、はいはい、ああなるほど、ここに壁があるなっていう、でここがクッションだった、はい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 、イコールクッションタッチはいっぱい練習しました、はい、僕、はい、この真横に、なるほど、はい、浮いてるとどうしてもこれがこっちだったりあっちだったりしますけど、はい、ここはもうこのレール上にしか厚みはないので、ね、存在しないので、はい、ということは厳密に言うと接点と接点までが頭1個分とか、はい、ここを見たり四角をイメージして、はい、もう1個 57.1 ミリ分ここを見て、はい、右端とここを合わせるとか、はい、タッチは外側から厚みを探しに行ったりして、なるほど、みんな先にここ真正面見ません？ボールって見るときに一瞬ここ見ちゃうじゃないですか、そうですね、ここはなるべく見ない方がいい。あ、どこ見たらいいですか？絶えずこう絶えず2個くっついてるイメージ、絶えずこのボール1個手前のここを見るという、はあ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 、この向きが大切だと思う、はいはいはい、こうだと明らかに違いますから、はい、ここに1本の棒がいつもあるイメージ、はいはい、なるほど、で厚みを見てると、そうです、ね、でそれに対して先ほどの、ね、構えとか、まあ、今日この主役の球をそうで、ここに向かってそのラインを作って入ると、はいはい、このまま入る、なるほど、球に対して体を合わせていく、はいはい、おあ、ね、なるほどですね、っていう感じで構えてるということですね。じゃあ、その遠い球とか、はい、薄い球の狙い方は今と同じですか？そうですね、だから今なんとなく言ったこの、まあ、ドアタイマー説明してもらったので、はい、そのラインで見ると、はい、じゃあ仮にこういうちょっといやらしい厚みの時はここを見てるってことですか？はいはい、そこも見ます。そこも見て、ここただね、このボールスローが起きるじゃないですか、
だからこれ外側のイメージですけど、今度内側のイメージもあるんですよね。はあ、これだとこっち側から入るじゃないですか。はい、でもスローしてちょうど入るんです。はいはい、もしかしたらここよりも手前をイメージする場合もある。え、この手前の壁をこっち側からイメージするってことですか。そう、うん、両方 イメージするようにします。あそこにもやっとこう、はいはい、はいはいはい、とりあえず目線はやっぱこことここのライン、はい、ここまでちょっと見れないと思いますけど、はい、でも最初やっぱよくタイプイメージって言うじゃないですか。はいはい、それは僕もやったことがありますけど、その反対側ないですね。反対側すごく大事だと思います。あれ特に、はい、僕みたいなスローでつくタイプ、ゆっくりつくタイプは、はい、例えばこれがこっち側に合わせますよね。これほぼまっすぐだとしても、はい、ほぼまっすぐですね。こっち側から押すと必ずスローが起きるので、はい、左側から入る、はいはい、こっちに入ってますね。それを最初から2個します。はい、内側にイメージを作ります。はい、どちらかというとこう、まあ、今だとポケットのこの辺ですよね。はい、この辺を着てるけどスローさせるとスローするから結局真ん中から入るよっていう理屈です。はい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 、これ極玉の配置もこういうやり方ですね。はいはい、ここを狙えとか、はい、よくあると思う。真ん中では入らない極玉、はい、なのでこの、まあ、仮にこういうちょっといやらしいあのちょっと薄めの玉とかを狙うときは、はい、もし入れるならもうこの角に向かって入れるイメージはざっくり。だから ここに向かってのラインをこういう感じで見つけて狙ってると。そうですね、わかりました。じゃあそのスローを若干見越して厚みを見てるって。ありがとうございます。次に岩本プロがその試合に行って、まあ、初めての会場で、まあ、あのコンディションをつかみたいとき、まあ、テンボール、はい、あのワンラック練習があったとしたならば、はい、まず何やりますか。まずまあ引き加減、今日ちょっとよく引きましたよね。はいはい、引き加減、はい、引き加減はその引き加減を試すときどのボールで引き加減やりますか。でも厚めで、まあ、そうですね、厚めですね、基本的には。はい、まず厚めからやります、はい、でシャフト1本分以内でやります、はい、これぐらいからやりますね。はい、でこれがどんくらい引けてるのか、ね、引きづらいなとか、引きやすいなとか。そうです、あとひねり加減ですかね。あ、ひねり加減、はい、うん、どれぐらいひねりが噛むか効いてくるかですね。はい、うん、これって向こうのスリックスなんですけど、ま、はい、っすぐ打ったらここ帰ってくる、はいはいはい、そういうのがある。はははは、ちなみにもうちょっとここら辺に帰ってくるのがあるんですか。これは大体こうマックス、これどんくらいですか、マックス。あ、そうですね、左横大体この2のとこ帰ってきます。あ、本当だ。でもポケットはよくひねりが効くので、はい、スリックスなんで正確にここら辺に来るんですか。はい、そうやってそのクッションの噛み具合を見ますと、はい、それぐらいですかね。はい、わかりました、ありがとうございます。めちゃめちゃしびれた時、しびれてると、はい、よくしびれます。はい、もうこれオールジャパン決勝戦です。決勝やってみたいですね。ヒルヒルです。このゲームボールが回ってきました、はいはい、入れたら優勝です。はい、150万です、はい、絶対入れてください、絶対入れてくださいっていう時に山本プロは何やりますか。はい、もうこれを絶対入れる作業としてはもうしびれてると。もうタイム制じゃなかったらちょっと近づけますよね。まあ、タイム制がもし仮になかったとしたらでいいです。もう全員落ち着かせるために、まあさすがに5分も10分もその、まあね、っていうのはないと思うので、何をしていくかもう絶対入れてください。まあ、でも落ち着きたいなら、はい、ちょっとこうまずチョークのりながら回る、はい、テーブルを回る、はい、もしくは緊張マックス行く前にもついちゃうから、はい、僕どっちかです。わあ、なるほどね。ちょっとついちゃうか。テーブルを回って落ち着かせるのか、もしくはもうその前についちゃうか。僕割とついちゃう方です。盛り上げて、はい、それに負ける場合がある。あるわ、なるほどね。盛り上がりすぎて、はい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 、期待して、はいはい、ああっていうのもその試合によっては違うかもしれませんね。今日はもう何が、はい、何でもじっくり行こうっていう暇があれば。はい、自分が行けると思った時に行く日もあるし、はいはい、決まりはどうだろう。でも着じゃあ試しに今やってみますか。これもう やり直し、もうこれノー編集でいきます。ノー編集でいきます。これ絶対に入れてください、はい、頑張ります。やっぱりちょっと
校って見に行きますね。見に行きますよね。そうですね。もうこれノー編集ですから、もうこれ距離感もあまあまあな距離です。これだいぶ嫌ですよ。やっぱこっちから見ますね。はい、そっちから見て、ここだよ、ここ入ってくれ。はい、いや最高です。いやけどね、それがビリヤードなんですよ。いやいやいや最高です、最高です。けどだからそれをやるってことですもんね。もう普段から僕の苦手な方をやれちゃったから。あ、そうですか。嘘です、冗談です。いやこれはあの芝どうして進めたんだろう。いや嘘は芝。ああナイス。僕あっち側苦手だからもう。その緊張で今2回目で言うと、だから緊張する前にだからつけたんですよね。そうですね。思ったようにこの腕が触れたっていうか。そうですね。ちっちゃいですね。いやけどそれが人間ですもん。それだって全部入れたら世界チャンピオンになるじゃないですか。あね、あけどそういう感じでだから緊張する前につく方法もあるし、ね、じっくり落ち着くまで歩くっていうのも見えずにずっと時間かけてやるから、ね、いや最高です、ありがとうございます。じゃ あの今日今実際ゲームやってもらって、はい、あまあ僕にもそうなんですけど、なんか巷のそのアマチュアの方とか、はい、もうちょっとこうしたらこういう練習法をしたらいいかもよとかっていうなんかありますか。ちなみにまあ今日僕見ててなんかこれやったらもっと良くなるんじゃないかっていうのはあったら教えてください。やっぱりこういう球頑張ってこっちに取りたい、はい、取りたいです。まあこういうのもあると思う、はい、例えばこうなった場合はもうちょっと厳しいので、はい、なるべくこっち側から攻めることも、はい、選択肢に入れると選択肢に入れるべきだ。あ、なるほど。特にこれがくっついてなければ、はい、半個以上ぐらい、はい、もう球1個以上なんか打ったら特にもうこっちでいいと思う。ああなるほどですね、はい、今そうですね、まあ、今僕はもうこれを頑張って引いて向こうのコーナーポケットのギリギリに、そうですね、こういう方法もありますもん、ね、ワンクッション落としてこういう方法もあります。今はだからそれしかその1点しか僕はもう今思いつかなかったですが、はい、そうですね、そうじゃなく、そうじゃないと思います。そうじゃなくこれがもし反対でこうなった場合はやはり厳しいですもんね。ここにちょっとショートしたら隠れ、こう行ったら隠れた、もうこうなったら僕もパニックです、ね、もう多分 A ってつきます。もう 4に当たってこれならやっぱり下持ってきての方が、はい、なるほどなるほどっていう選択肢を作った方がいいと、はい、わかりました。ポケットは6個あるので、はい、全部使う。あ、なるほどですね。ポケットは6個あるので全部使う、はい、全部使う。素晴らしい、なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。他に何かありますか。シュートの、シュート、まあ何でもいいです。あのこれやっといたら金子くんいいんじゃないのって今日見てて思ったやつがあれば。セーフティーじゃなくて、あ、セーフティーの何でもいいです、何でもいいです。何でもですか。はい、そうです。今日はあの金子さんがあの薄い球を入れられて、はい、こっちにスクラッチしちゃった。あ、しました。ありますね、はい、これぐらいかな。ちょっともうちょっと簡単だったかもしれないですね。これぐらいです。これぐらいだと。あ、はい、はいはいはい、まあ、こういうイメージですよね。ちょっと厚めに。ああ、そうです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 、そうです。これがここにやる練習とかね、セーフティーを、はい、どうしたらいいですかこれセーフティー、まあ、あの方法とすれば、はい、まあ、ここですよね、はい、こことここの距離を見つけて、はい、この間、はいはい、イメージはここです、はい、こことここの距離を見つけて中心、はい、中心、はい、この厚みでこういうふうに入れるイメージ。これをそのまま平行移動してここに手玉が入るようにすごく返ってきますから。裏技だ、はい、この裏技ぜひやってほしいです。あ、いいです。厚みだけでやばい取れますから。あ、やばいやばい、あ、止まれ止まれ、いえ止まってる、やばい、あ、ちょっとこれやらせてください。これはあのやるべきだと思います。楽しい、あ、これ新しい、楽しいと思います、ね、この裏技はすごい。ただこれぐらい浮いてると落ちるので、うん、これぐらい仮にこれ、まあ、シュートもいけなくはないけども、シュートはいけなくないけども、これの、結んだラインを平行にこう持ってきたらここら辺、ね、しかも押し玉でいくっていうのがポイントです、はい、分かりました。でここら辺の厚みを覚えといて、ひねりいらないです、そこにひねりをいらないで押し玉で結構厚み、
く薄いとこいつが走っていかないんです。なるほどね。なるほど。こいつをあっちにやるっていうので、なるほど、これが大事。もうちょっと、もうちょっと厚めから。じゃあこれだとここに厚、はい、入る感じで、こっちの方がやりやすいです。はい、はい、そこに入る感じで4分の3ぐらい厚い方がいいと思います。はい、はい、ここで押し玉で、はい、薄いです。薄いと、ああ、それでも薄い、まあ、けどラインは出てますね。出てます。遠いとすごく難しくないですか。なるほどですね。はい、それもちょっと測ります、はい、ここで半分ですね、うん、この半分になったのを平行移動させます、はいはい、ここに入る感じで結構厚いです。はい、あ、いいですね。これぐらい厚い方がいいです。これだとこの力加減です。はい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 、これ怖いですけど、はい、これ結構効きますね。いや、仮にこれでももう見えてますけど、これも多分渋いと思います、はい、厚み。仮にこれがこうなって、本当球がこうなってきたらもうそうですね、そうですね。あ、で近いのでやるのが一番いいじゃないですか。最初は練習、はい、練習、こういうので練習されるのが、まずこれは2から出て、これは簡単ですけど、ちゃんとここに隠す練習がいいと、はい、これも半分で、はい、半分で、厚みがここ、そうですね、ここに入れば、しかも押し玉で入るっていうのは大事ですね、はい、もっと厚い、あ、そうです、それぐらいかな。必ずこうもらってこうひねり入ってきますから、簡単、あそこ変にひねると厚みが失敗しますから、これは公開したくないです。あの、ぜひこれ使ってください。これを公開したらやられる、逆に。本番でやったことないけど、わかりました、はい、ありがとうございます。